イカパンチ遅れ。よっしゃ乗った。こんな感じで10匹ね。アサマズメをね。スタラバチャンネルやで。はい、皆さんこんにちはっていうかこんばんはですね。菅です。ということで今日もエギングを始めていこうと思います。今日はね、満月で月光で海がね照らされてるんで、アオリイカの活性がいいのではっていうことでね、淡路島の方来てみたんですけどね。まあやっていきましょうか。まあじっくりじっくり探っていって、アオリイカをね探していこうと思います。この場所はね、アオリイカの実績もある場所なんで、いないことはねないと思いますんで、丁寧に探っていけば釣れると思います。しかしいい天気、綺麗な満月。まあ月がねまん丸になるのは明日なんですけどね、大潮初日なんでね。イカさんおられますでしょうか。なんか今ちょっと怪しかったな。なんか一生重たかったぞ。まあいろんな方向にね、ちょっと扇状に誘いを入れていって、イカがいるか探っていきましょう。今はねエギピンク色使ってますね。下地はマーブル。ここはねエギ掘り投げてボトムまで落として、結構ねなんかズル引きみたいなのをめちゃめちゃデッドスローでやってたらね、ドーンって乗ってくるようなね当たりが出るとこが多い場所なんですけど、今日はちょっとパターンが違うんかな。今潮はね左から右に流れてますね。イカパンチもないな。当たらんな。条件揃ってるはずやのにな。さあちょっとね移動してきましたけど、違う港にね来ました。風強いし、この鳩位置が高いからね、まあラインコントロールがちょっとしにくいけど、なんとかなるでしょう。じゃあちょっとテトラの方に降りてきました。まあちょっとこっち向きでねやってみましょうか。絶対ねおるはずなんですけどね。今日はなんか釣れる気しかせえへんなとか思ってたんですけど、甘かったかな。まあでも絶対釣れるはず。この満月の時にこれだけ当たりがないってどういうことなの。ちょっと向かい風やからラインが戻ってくるな。当たらんな。なんでかな。じゃあさらにねポイント移動してきました。大阪湾側じゃなくてね、反対側の播磨灘側っていうんかな、移動してきました。よし、じゃあ釣っていこう。ちなみにね、このポイント入るときにアジングやってみたら、アジがポコポコっとまた釣れましたね。
なんじゃこりゃ。え、目があるの。なんじゃこりゃ。謎の生物が釣れた。何これ。え、イカ。あ、イカや。イカやけど、これかわいそうに。どうしたんこれ。体なくなった。え、え、イカやな。え、これ何これ。タコ。え、ちゃうわ。何、なんか重たいから釣れたなとは思ったけど。コウイカ。あ、生きてるわ。あ、これコウイカの子供かな。アオリ。あ、アオリや。アオリの子供。めっちゃ可愛いやんこれ。うわー、逃がしてあげよう。これあかんわ。これはいじめやな。よいしょ。海に帰るぞ。よいしょ。ごめんな。大きくなれよ。お、あ、泳いで帰りましたね。ちょっと GoPro では映らへんけど、くる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 回って喜んでますわ。よいしょ。アオリイカ、え、ちっちゃいけど1匹ですね。よし、じゃあ海に帰ろう。連れてくれてありがとう。よいしょ。バイバイ。ありがとう。あ、戻った戻った。元気に生きろよ。バイバイ。ゆらりゆらりと帰っていった。まあ、かわいそうやったんでね、逃がしました。まあ、もうちょっとねサイズアップするように頑張っていきましょう。じゃあやっていこう。ちょっとしっかりめにね落としていきます。リリースせなあかんサイズしか釣れへんって厳しいな。もうちょっとサイズ上がってくれたらな。まあ新子やからしゃあないけどね。その中で数釣っていいサイズを持って帰るしかないけどね。まあでも感触は悪くないですね。ここはらんな。 あ、 あれか、ちっちゃいな。イカ発見しましたけどね、ちっちゃいな。このサイズ。お、え、ちゃうか。一瞬今重たかったな。触りに来たんか。まあイカはいますね。ほんま間違いなくいるんですけど、サイズ感やな。ちょっとブログ用にホールさしてる間に写真撮ってみよう。周りの、イカパンチ遅れ。よくこのホールの時にねイカパンチ来るんやけどね。まあ秋イカ相手やからね、そんな激しくしゃくらんでいいんで。逆に激しくしゃくるとね怖がってどっか行ってしまうんで、優しく。めちゃくちゃアジがライズしてる。アジングやった方がええんちゃうかなって思うよね。引き持っていかへんかな。いいなあ、淡路島の人は。でもすぐにこんな釣りのできる綺麗な海がねあるから羨ましい限りですね。そして移動時間がかからんっていうね。
ょっと風が吹き出したな。投げる向き変えようかな。巻いてる時でもね、イカが活性高かったら持っていこうとしてピヨーンってなったりとかするんですけどね。ちょっと内側の方に投げてみましょう。風がある時はね、穂先海の中に突っ込んどくのが一番いいですね。ちょっとじわじわ巻いてみようか。よっしゃ、乗ったで、乗った乗った、ほら、おったおった、イカさんおったで。まあそんな大きないなっていうか、めっちゃちっちゃいな。これはちょっとかわいそうやな。よいしょ、あれだ、墨吐いた。これはかわいそうやな。さあ、今ちょっと暇つぶしにアジングやってましたけど、4匹ね、取りました。まあ、動画回してなかったですけどね。今日の動画はあくまでエギング。アジがまたライズしだしたな。さっき連発で釣ってたからね、警戒して潜ってましたけど、また浮いてきましたね。なかなかだけに来おへんな。数が少ないんかな。はい、次ね、釣れたら、今アジングしてたんですけど、10匹目ですね。アジングをあの動画にした方が良かったんちゃうのっていうね。まあイカさんはね、ちょっと可愛らしいのしか釣れないんで、ちょっと時間空けてからやろうと思ってね、暇つぶしにアジングやってたら10匹目と今回当たらんかったな。もうコン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 しまくってくるんですけど、シラスやと思ってんのかな。結構ね、僕使ってるワームはだいたいね、海太郎の 2.2 インチとかティクトのね、何インチやったかな、まあ2インチは超えてる長さやったと思うんですけど、結構ねそれが好きで、その2つを重点的に使いますね。まあダイワさんのね、月下美人のワームとかも使いますけど、まあ、ちょっと固めなんで、まあメバルがね結構当たってくるときは積極的に使うんですけどね。まあ時期の問題もあるんで、これね YouTuber あるあるやと思うんですけど、動画撮り出したらね魚が当たらんようになるっていうね、おかしいなーってなるんですよね。回してない時はねポンポン釣れるんですけど、魚も見てるんですかね。あいつ動画回しよったぞーって。お、当たってきた。よっしゃ、あーおー、ひったくったな。今ひったくったけど乗らずやね。
ちょっとサイズ良さそうやったよ今の。当たってくる当たってくる。まあでも基本的にこの港アジがよう溜まってますね。お、当たる当たる。ほいほい。でも乗らんな。追っかけできよるけど。めっちゃ当たってくるんやけどね、なかなか乗らんのよね。こっちから合わせていく感じやね。だから針に乗せてやる感じのアジングで、向こう任せにしとったら、ね、今日のアジは乗らないですね。でもめっちゃ当たってくるんですけどね。で、遊んでる間にイカさんが入ってきてくれたら助かるんですけどね。あー、くそ。よっしゃ、乗せた。てってってピヨーンと。まあまあ、この小さい豆アジでも1匹は1匹ですね。こんな感じで10匹ね。まあアジも暇つぶしに釣られてたまったもんじゃないですよね。よし、ヘギングやろ。まあね、イカ乗ったんですけどね、底ギリギリ攻めてたんで、根がかりした時に外れましたね、イカが。まあそこそこのサイズでしたね。まあまあ、いることは分かったんでね、再度投げ直していこうと思います。さあ、じゃあ投げていこうか。よいしょ。抱かへんなぁ。さっき多分フェリー通った波が来たな。はい、おはようございます。ということでね、夜中最終終わった場所でまた浅間詰めをねやってみようと思います。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、よかったら見てください。このスタラバチャンネルの登録をよろしくお願いします。ということで、それではまた次の動画で。